アイテム番号 SCP-589JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-589JP のサンプルは現在生物サイト8102に収容されています。SCP-589JP は内部の気温を15度以下を保った気密性の高いケースに入れ、日に2度果実などを与えてください。SCP-589JP を用いた実験は感染拡大を防ぐため熱消毒を行い、SCP-589JP-1 を適切な方法で処理してください。また、D クラス職員を用いた実験で発生した SCP-589JP-1 は実験が終了した後早急に処理してください。SCP-589JP の生息が確認された地域では定期的に野生動物の検疫を行い SCP-589JP の寄生が確認された場合には早急に処理してください。また、現在生息地域付近は閉鎖され、カバーストーリー、ウラナラガネの採掘を適用し財団が管理、監視を行っています。説明 SCP-589JP はおよそ体長3センチメートル、長さや数が不定の触手を持つ平田形動物門に属す寄生虫です。SCP-589JP は、県の標高の高い山岳での生息が確認されています。これは SCP-589JP が冷涼な気候を好むためだと考えられています。SCP-589JP は通常昆虫の幼虫を中間宿主とし、体毛を肥大化、触手化させ宿主を葉の上などに誘導し鳥がこれを捕食。体内で SCP-589JP が卵を産み糞と共に外に排出され、糞に汚染された葉を幼虫が食べることで寄生します。SCP-589JP の発見時の記録は事件記録589を参照してください。SCP-589JP は人間が SCP-589JP に寄生された幼虫を十分に加熱処理しないまま食べる。また直接触れた手で目や粘膜を擦るなどの行為でも寄生することが確認されています。しかし、多くの場合は免疫や胃液などにより死滅することが確認されています。この時、脳へ移動することができた個体は死滅しないという点について留意してください。手術による摘出や熱による駆除は SCP-589JP が激しく抵抗し、被験者の死を伴うため推奨されません。SCP-589JP に寄生された生物、以下、被験者と寄生、は寄生直後から発汗量が増加し、体温が極端に低下します。これは、SCP-589JP にとっての活動しやすい環境を作るためと考えられ、これにより SCP-589JP は触手を皮膚下へ張り巡らし運動神経に干渉します。被験者が SCP-589JP に寄生されてからおよそ3時間後に被験者の体毛は2から3本が一束に変化し始めます。解剖調査を行った結果、SCP-589JP の触手が毛管の内部に達し、数本が結合していることが判明しました。この変化した毛根は完全に抜け切っても再生し、除去は不可能です。体毛が完全に変化した状態を SCP-589JP-1 と呼称します。SCP-589JP-1 の意識は明瞭で複雑な意思疎通が可能ですが、体は SCP-589JP-1 の意思ではなく SCP-589JP によって動かされているように見え、SCP-589JP-1 はこれについて疑問を持ちません。これは人間などの脳の大きい動物に限り、脳が小さい動物の意識や行動は完全に SCP-589JP によって制限されることが確認されています。SCP-589JP-1 が何らかの理由で死亡した場合、SCP-589JP は SCP-589JP-1 に産卵、増殖します。この時 SCP-589JP が遺骸をついばみに来た鳥類に寄生できなかった場合、体内から強酸を分泌し SCP-589JP-1 の分解を促進させます。これは周囲の植物の成長を促し、昆虫の生殖しやすい環境を作るためだと考えられています。事件記録 589A、対象 SCP-589JP-1。付近、県、市の山間の集落から、化け物が出た、という通報が入り、報告を受けた財団がエージェント数名を現場へ派遣。対象オブジェクトの確保と村人や警察官へ事情聴取を行った後記憶処理を施しました。この事件によってこの集落に住んでいた一人の老婆が死亡しました。死因は心臓発作であることが確認されています。
この映像記録は SCP-589-JP-1 を収容した後に記録されたものです。はじめまして。これから君のことを SCP-589-JP-1 と呼ばせてもらうよ。はじめまして。部屋をくぐる強化ガラスにへばりつく。はじめまして SCP-589-JP-1。何をしている？え、何ってあなたの声をよく聞こうとしているだけだよ。まあいい、君は自分に起きた変化について何か知っているかい？10秒間考え込む。いや、何も。ただ私を見ると人が逃げていくんだ。なぜだろう。腕も手をむしり取る。SCP-589-JP-1 君に起きた山での出来事について教えてもらえるかい？山か、あの夜はとても寒かったよ。お腹も減ってたし、そこら辺の山菜や虫を食べたんだ。なんだかやたら毛の生えた毛虫もいて、なりふり構ってられないからそれも食べたよ。むしり取った毛を強化ガラスに塗りつける。毛虫を食べた後君はどうなった？覚えていることを教えてくれ。しばらく体中がむずがゆかったけど、すぐに治ったよ。それから家にまっすぐ帰れる道を思い出したんだ。あれだけ迷っていたのに不思議だよね。強化ガラスを引っかき始める。君が現れた集落では老婆が一人死亡している。君は何か知っているのか？おい、何してるんだ？おばあちゃんはきっと私がいなくなったことをすごく心配していると思ってすぐに家に向かったんだ。でもおばあちゃんは私を見た途端大声を上げて動かなくなっちゃったんだ。ねえ、もっと近くで話そうよ。強化ガラスを殴り始める。おい、何してるんだ。鎮静ガスを送り込め。鎮静ガスを SCP-589-JP-1 のいる部屋に充満させる。そうだよ、これでよかったんだ。こんな思いはさせたくないからね。収容報告書 SCP-589-JP は SCP-589-JP-1 の記憶を利用しているように思えます。どうして本人が道に迷ったというのにまっすぐ集落へ帰れるのか、SCP-589-JP の職種は宿主が思い出せないほどの記憶も利用しているとしか考えられません。現在 SCP-589-JP の新たな生態について研究が進められています。実験記録589。実験記録589-1、日付1900年、月、日。対象実験用モルモット数匹、および SCP-589-JP が生息していた地域周辺で捕獲したのネズミ数匹。実施方法実験用モルモット、のネズミに SCP-589-JP の卵を含ませた餌をそれぞれ食べさせ、人体に寄生した場合との際。またのネズミが SCP-589-JP に対し免疫を保持しているか調査する。結果実験用モルモットは寄生直後に排尿を開始し、人体に SCP-589-JP が寄生した時同様に毛根が変化しました。また、この時まだ毛根が変化してない個体に対し攻撃的な傾向を示しました。のネズミは餌を食べようとはせず、実験開始から15時間後に衰弱の傾向が見られたため実験を中止しました。分析 SCP-589-JP-1 となったモルモットがまだ寄生されていないモルモットに対し攻撃的な姿勢を見せた理由について詳しく調査したい。次回の実験ではモルモットを2班に分けて実験を行おう。また、ノネズミに関しても SCP-589-JP の性質を理解していたかのように食べたがらなかった。こちらは直接脳に寄生させて反応を伺うことにしよう。博士。実験記録589に、日付1900年、月、日。対象実験用モルモット数匹。実施方法モルモットを2班に分け、変化下に SCP-589-JP の卵を含ませた餌を食べさせ正常なモルモットに対しての反応を調査する。結果 SCP-589-JP-1 はモルモットに対し攻撃的な反応を示し、変化した体毛を相手の目や口に押し付ける仕草を繰り返しました。体毛をこすりつけられたモルモットは数時間後、SCP-589-JP-1 となり他のモルモットにも同様の行為を行いました。分析調査したところ変化した体毛の先端には SCP-589-JP の卵が付着していることが分かった。
おそらく鳥類が SCP-589-JP-1 を捕食した際に少しでも寄生率を上げるための策なのだろう。これを押し付けるということは SCP-589-JP-1 は完全に SCP-589-JP に操られてるものだと考えられる。博士。実験記録589-3、日付1900年、月、日。対象のネズミ。実施方法のネズミを A 班と B 班に分け、A 班のネズミに直接 SCP-589-JP を寄生させ耐性があるか、またモルモット同様攻撃的な反応を示すかを調査する。結果 A 班のネズミの毛根が変形する前に B 班のネズミは A 班のネズミの頸動脈を完全に食いちぎり殺傷しました。この時 A 班のネズミは抵抗する様子を全く見せることはありませんでした。この実験の後、SCP-589-JP の生息地域周辺に生息する他の動物でも同様の実験を行いましたが、鳥類以外の結果は同じでした。分析このネズミや動物たちに耐性はないようだ。その代わり仲間の誰かが SCP-589-JP に寄生された時取るべき行動は決まえているようである。SCP-589-JP の生存サイクルの中には昆虫の幼虫と鳥類のみが存在し、他の動物たちはそのサイクルの中に入らないための知恵を長い時の中で身につけたようだ。博士。実験記録589-4、日付1900年、月、日。対象 SCP-589-JP-1。実施方法 D クラス職員2名を用意し片方に SCP-589-JP を寄生させ、実験用モルモットの SCP-589-JP-1 への移行時に見られた、擦りつけ行為、または、敵対的行動、は確認できるか調査する。結果 SCP-589-JP-1 は D クラス職員に話しかけ何度か抱きつこうと試みましたが拒否され、D クラス職員に暴行を加えました。D クラス職員が抵抗しなくなった時点で SCP-589-JP-1 は自らの手で変化した毛をむしり取り D クラス職員の口や目などの粘膜に押し付けました。この D クラス職員は数時間後に SCP-589-JP-1 へと変化したことが確認されました。分析この SCP-589-JP-1 には当初敵対的行動は見られなかった。むしろ知性がありなおかつ友好的な態度でハグをしようと試みているようにも見えた。どうやら SCP-589-JP は寄生した生物の知性によって行動を変えるようだ。事件記録589でインタビューを行った SCP-589-JP-1 が協力的だった理由はおそらくこれだろう。博士。実験記録589-5、日付1900年、月、日。対象実験記録589-4で発生した2体の SCP-589-JP-1。実施方法この実験は2体の SCP-589-JP-1 がこれまで観測されていなかった行動を見せたため急遽記録されました。結果 SCP-589-JP-1 は眼球から触手を露出、露し写し空中で絡み合わせ始めました。この行為はおよそ10分間続けられ、行為が終了した後 SCP-589-JP-1 はそれぞれ地面を這う、または壁を叩くなどを繰り返した後もう一度触手を交わし合いました。これ以降 SCP-589-JP-1 に特徴のある動きが見られなかったために記録を終了しました。分析なぜ今になってこの行動を見せたのか、全く見当がつかない。アリがお互いの触覚を触る動きに似てるようだが、あの SCP-589-JP-1 はもともと人間で言語を発することができる。そんなことをする必要性は全くないと考えられるが、また、しばらく動き回った後でなぜまた触手を交わし合ったのか、これについても調査を進めたい。博士。事件記録589-B1900 年、月、日。実験記録589-5からおよそ1時間後、収容違反が発生しました。SCP-589-JP に寄生された職員はすべて収容され、SCP-589-JP によって汚染された区域は熱消毒によって正常化されました。収容違反が発生する20分前、実験記録589-5記録収容直後から観察を続けていた2体の SCP-589-JP-1 の体毛が突如として正常化し始めました。
SCP-589-JP-1 は、自分たちは感知した、と主張し、精密検査を行うことを要求しました。要求を承認し、収容室から検査室へと SCP-589-JP-1 を移動させるため扉を開けたところ一体の SCP-589-JP-1 の頭部が破裂し、内部から大量の SCP-589-JP が出現しました。混乱に乗じてもう一体の SCP-589-JP-1 が逃走し、施設外部にある避雷針に登り始めました。機動部隊員がスナイパーライフルによる射殺を試みましたが、それよりも早く SCP-589-JP-1 は避雷針に体を固定し、木っ端みじんに破裂しました。広範囲に SCP-589-JP が散布されましたが、多くの職員は施設内部にいたため被害は最小でした。不機実験記録589-5で見られたあの動きはおそらくこの収容違反の打ち合わせをしていたものだと思われる。あの SCP-589-JP-1 は我々を騙すどころか他の人間には目もくれずまっすぐあの避雷針に向かい、破裂するなど計画性の高さや知性があったように思えた。また、SCP-589-JP-1 の肉片を調べたところ腐敗がかなり進んでいることが確認された。これは SCP-589-JP が SCP-589-JP-1 の内部で強酸を分泌し内臓を溶かすことでガスを発生させ、破裂したのだろう。これ以降 D クラス職員を用いる実験では収容次第 SCP-589-JP-1 を早急に処理するよう指示する。博士。ホイ1、2000年、月。日 SCP-589-JP 収容開始から SCP-589-JP 生息地域での生態系バランスが大きく崩れ、この地域では今まで観測されていなかった鹿などの動物が増え、逆に鳥類が減少していることが報告されました。これはもともと鳥に捕食されていた SCP-589-JP-1 を財団が収容し、減少したため鳥類が餌を求め他の場所へ移り住み、SCP-589-JP を忌避し離れていた動物たちが戻ってきたためだと考えられています。ホイ2、2000年、月、日増殖した野生動物に残存していた SCP-589-JP が寄生していることが確認されました。遠くの地から SCP-589-JP の生息地に移動してきた野生動物は SCP-589-JP 生息地周辺に住む動物と違い、SCP-589-JP-1 に対する抵抗策を持たないため寄生が爆発的に広がりもはや収集のつかない事態に陥りました。財団はカバーストーリー、山火事を適用し大規模な熱消毒を行いました。SCP-589-JP 及び SCP-589-JP-1 の生息は確認されなくなりましたが、定期的な検疫は続行されています。